大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、外国人最強レスラー決定戦 G シリーズ、コロナウイルスに負けずにやってまいりましょう。今回が37回目ということで、今見ていただいているのは星取り表の方で、青く塗られているところが本日のカードで、今回がこれが7週目に入ったということで、3分の1がだいたいまあ終了しまして、残り3分の2、まあ当たり前ですけどね、ということでやってまいりましょう。本日は A ブロックと B ブロックが2試合ずつ、まずはスタンハンセン対ミスティコ、そしてジョンシナ対ヘッドハンター A の試合をお届けします。 B ブロックの方も2試合で、リックフレア対スティーブン・リーガル、そしてで透明人間ミステロン対タイガージェットシンの試合、そして C ブロックと D ブロックが1試合ずつで、ジャック・ブリスコ対ボルク・ハン、そして D ブロックの方がテリー・ゴディ対トリプル・エッジということで、本日も6試合やってまいりましょう。はい、というわけで早速第1試合の方からやってまいりましょう。まずは A ブロックの方から、スタン・ハンセン対ミスティコの試合からお届けしてまいりましょう。試合開始です。ファイ、初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドの Steam 版、 PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にアーダコーダと実況をつけて遊んでいる動画です。架空ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私マスクド西岡が実況を務めさせていただきます。ということで、今回は72名の外国人レスラーを視聴者の方にエントリーしていただき、その72名を4つのブロックに分けて、各ブロック18名ずつで総当たり戦を行い、そのブロック上位3名が決勝トーナメントに進出、決勝トーナメントで優勝したレスラーが最強外国人レスラーの名を手にするということでやっておる企画、37回目、全100何回ぐらいか行く企画の37回目なので、まあまあ3分の1は消化ということになっております。試合ルールにつきましては、基本30分1本勝負のノーマルルール、クリティカルの発生率が高いので、いつ試合が唐突に終わるかもしれないので目を離さないようにご注意を。そして砂漠レベリーはレッドシューズドゥーガンということで、スリーカウントを叩くスピードだけがやや速いということになっております。まあ、あとは、移動速度が速かったりしますけどね。まあ、普通にここまでレフェリングやってこれてますかね。あとは5点方式で、勝てば5点、負ければ0点、引き分けは2点ずつを分けますが、リングアウト勝ちの場合だけ、4点ということになっております。さあ、スタン・ハンセンが現在20点と、ミスティックは15点、意外とねそんなに離れてないんですよね。スタン・ハンセンもまあ好調だったんですけども、ちょっとポカしてるみたいな感じですかね。ところどころ負けてる。ここまで4勝2敗、まあもちろん勝ち越しの悪いペースではないんですけども、ヘッドハンター A に負けてんのか。ハンス・ナイマンはなんか仕方がない気もしますけどね、ヘッドハンター A に負けてるということですかね。最初も言いましたけども、これが各レスラー7試合目、7週目となります。全レスラー17試合行うことになりますので、まあ、3分の1これが終わってると。おさあ、早くも腕をしごい、サポーターをしごいとですね。さあ、ラリアットが炸裂、ミスティコ一気に持っていかれるか。まだ試合時間5分じゃないですか、こんな序盤から。あ、そうですね、まあ、あの一撃必殺が本来ウエスタンラリアットなのかもしれないですけどね。それができればいいですけども、難しいところ、まあでもいい、まあ、これはもうしょうがないね。今回は僕はこの乱発するこのね乱れ打ちをちょっと再現したかったのでいいでしょう。あのね、どう言ったらいいかな、乱れ打ちっていうか、あのね、ウエスタンラリアットがかわされる。例えばその全日本プロレスの時の三冠戦とか、四天王との戦い、なんかがずっと、あ、今みたいなんですよね。今みたいなので一発でもちろん決まる試合ももちろんあったんですけども、かわされた後にまたこうなんか決めていくみたいな感じなのをなんか再現できないかなというか、多分今回の見直し
このシリーズが始まるにあたって、スタンハンセンをどう見直すかってなった時に多分それをイメージしたんだと思いますね。ただまあそのコメントをねいただいてたその一撃必殺っていうのも確かにそうだなと、なので僕がイメージしたのは一撃必殺のスタンハンセンが、それでも決まらなくて、何度かウエスタンラリアットを決めていくっていうようなのをイメージしたと、まあ言い訳みたいになってますけどね、まあこれはまた今後の課題として、その成績も踏まえた上で戦績といいましょうかね、今回のシリーズの勝ち数とかその辺も踏まえた上でちょっとまた検討したいと思いますけどね、まあ、今回はもうこれでそのまま突っ走っていきましょうということで、スタンハンセンの方が先ほど申し上げた通りこれで現在は20点、もうあと落とせないというところかな。でちなみにこのブロックヘイスタックカルモンが、絶好調で、全勝できたんですけども前回負けましたので、25点でどうだ、おお、つまり25点のヘイスタックカルホーンがトップ。ちょっと待ってこれは、おーおお、動く動く、おお、華麗な技を見せていく。実況してるもんがあーとかおーとか言ってる場合じゃないんでしょうか、ね、これは後方飛びつき式のなんかフランケなムーサじゃあ裏カンナナかなんかでしたね。さあそれを切り裂くようなウエスタンラリアットが決まる。ただウエスタンラリアットもなかなか一発で決まらないがどうだ、うおー決まった、ウィー、このウィーは実はユースと言ってるのがね本当っていうのはまあ有名な話ですけども、これで見事スタンハンセン試合数の差はありますが現在トップのヘイスタックカルホーンと並んで25点ということで、まだ他にもね20点のレスラーがいますから、単独トップというわけではないですけども、まあトップ集団に残ることが、できたということですね。試合時間10分33秒ウエスタンラリアットからの片指固めでスタンハンセンがミスティコから見事3カウントを奪った試合でした。うわー、試合評価 79% ということはスタンハンセンかなり余裕の勝利というところでしたかね。ミスティコも空中殺法を出したんですけどもやはり、一撃必殺のウエスタンラリアットにはそう簡単には、返せなかったというところでしょうか。では次の試合に行きましょう。はい、というわけで本日の2試合目となりますね、 B ブロックの方からリック・フレア対スティーブン・リーガルの試合をお届けしてまいります。試合開始です。ファイト。さあということで、第1試合があっさりというか終わってしまいましたので、なんか余談を喋ることないかあったかなと思って今思い返してみると、プロレス界ではレスル1がもう無観客になってしまったけども最終戦を終わらせたということで、まあ、武藤敬司がコメントをね出したりしてましたけども、まあ残念だけどこれはまあしょうがないなというところなんでしょうかね。であとなんか気になったのがちらっとですよ、不確定な情報なので、右から左に流してもらっていいと思うんですけども、近藤修司、このレッスルワンに所属してた近藤修司がなんかプロレスを今後続けるかどうかはまだちょっとわからないみたいなことをちょっとつぶやいたかコメントを残したかっていうようなことが、回り回って耳に入ってきたんですよね。まあまあ社長業だったりそのレッスルワンが結局団体として潰れてしまった、まあ潰れたら休止かな、赤字体制を解消できなかったというようなことの責任をこうなんか感じてなのか、単純にも精神的にこうなんかちょっとお疲れモードなのか、まあ、また何か別にやりたいことが見つかったとかではなさそうな感じなんですかね。まあ、近藤修司のコメントも僕見てないんで何とも言えないんですけども、なんかちょっと気になったとしてはそういうことがあるみたいですね。まあ、これがね単にレスル1がその休止するだけだったらいいんですけども、またこれコロナのね、せいでなんかじゃあ新しく団体を立ち上げてっていうようなことも全然思い浮かばないような、プロレス界が状況に陥って、まあ、プロレス界だけじゃないですけどね、状況に陥ってるのでそう思わせ思わ
せてるのもあるのかもしれないですけどね。まあまあ、ちょっとお休み、ね、していただいて、また元気な姿というか、近藤修司自体はね、すごくいいプロレスラーなので、個人的にはああいうタイプのレスラーは好きなので、またどっかで見たいなと。どっかの団体がね、コロナなかったら、たらればになりますけどね。欲しがる団体はいるでしょうし、まあ、ギャラの交渉とかいろいろあるでしょうけどね、化学反応が見たいっていうのもあるような気もするんですけどね、まあ、こうやってまたリアルの世界のことをあんまり言うとまた暗くなりそうなんで、あんまりもう触れないようにね、ここ最近はしてますので。あとそんなもんかな、なんかあったかな。この間嫁さんから仕事中にね LINE が来まして、まあ、リアルのことをいきなり言い出すんですけど、うちの近所に、僕はそこの会場に実際行ったことないんですけど、隣に図書館があるのでその辺には行ったことがあるというような、区役所じゃないな、なんちゅってんやろ、区民ホールみたいなのがあるんですね、僕が住んでる区ので。そこの区民ホールに、以前から大日本プロレスとか他何やったかな、格闘技の興行がたまに来てたんですよね。でたまたまなんか嫁さんが調べ物してたら、それに何でか知らないですけど、その会場をなんか使おうとしてたんですね、仕事 で。そしたらその仕事の会場が実はプロレスをやるっていうことを知って、わざわざ僕に LINE で送ってきましたからね。こんなんあるでって言って、いやいや知ってるねんというようなことはあるんですけども、そこを無限に言うとまた嫁さんの機嫌が悪くなるので、そうなんやっていう、こう実は知らなかった、知ってるのに知らなかったふりをするという、夫婦円満の秘訣を行いましてですね、で、まあ、実はでもそういうのやってるの知ってて、で、まあ、仕事があるから行けるかどうかってちょっと難しいねんけどねっていうような話をしてね、大日本がね来るということで今回があったりとかしたんですけどね。で大日本はでもまあまあ興行は続けてるみたいなんでね、なかなかその無観客にすることができないんでしょうね、財政事情で。それをやってしまうと、お金が入らないから回らないというようなことなんでしょうね。なんでこんな話になったかよく分かりませんが、まあそんなことがあったということぐらいでした。で、そうそう、まあ、リアルのことはあんまり触れないということで、架空ファイプロ団体 WMW ニュースとして挙げるとしたら、以前ちょっとね言ってましたけども、このリックフレアの、あ、リックフレアの点数言ってませんでしたっけね。リックフレア5点、スティーブン・リーガル15点、リックフレアの娘シャーロット・フレアを、現在エディットしております。今日の収録前もちょっとエディットしたんですけどね、まあ、まだ技が設定できて、パラメータ、あ、もうロジックまで一応できて、テストマッチをやり始めたぐらいなんで、確実ではないんですけどね、どのぐらいの強さなんかなと思いながら。シャルトフリアってでもなんかリックフレアの娘だからということは全く、まあそれもありとして、セコンドについてる動画とかも見たんでね、試合ももうあるとしても、ベルトをいろんな巻いてるのでかなり強いんですよね、WWE の女子の中でも4ガール4ウーメンっていうんですか、4ホースメンの代わりみたいなになってるというようなことですから、 WWE を代表する女子レスラー。この間なんかコラムで呼んだのが、そのシャーロット・フレアは歌舞伎ウォリアーズアスカと対戦当たることによって、どんどん進化していったみたいなコラムが書いてあって、まあ、日本のプロレスの技術をそこで一気に吸収したというようなことが書いてあって、なるほどということで、そこそこ強くしようかなということで今調整に入ってるんですけどね、まあ、当然その一人だけではちょっとあれなので、その4人できたら作るかな、その方が方運命何でしたっけ、方法数運命をちょっと今作ろうと計画中です。ただねまだやってないんですけども、お父さんと戦ったらそれはどっちが勝つやろうっていうのがお父さん勝つやろうっていうことになってるんですよ、僕の頭の中でね。まだ試してないですよ、
でもちろん試した後で調整すればいいんですけども、ここが難しいんですよね。だからアスカには勝てるぐらいの実力、シャーロット・フレアがアスカに勝つ、でもリック・フレアお父さんにはやっぱり負けないといけないというか、というバランスなんですよね。ここが難しいんですね、このファイプロの、まあ、私がやってるこのエディットの中でいつもこうこの調整を、取るか取らないかですよ。これを取るとめちゃめちゃ難しくなるんですね。アスカに勝つぐらいだったら分かるんです、簡単なんですよ。こうやってこういう動きをすれば何度もテストマッチを繰り返してここを修正すれば勝てるなとかっていうのはだんだん見えてくるんですけども、それをやった上で今度リックフレアお父さんと戦ってお父さんに勝てるかどうかというところが難しい。あーお父さーんそうなると今度お父さんをリックフレアを強くしてなあかんのかな今回のシリーズリックフレアが苦しんでるな。試合時間15分59秒、リーガルストレッチでスティーブン・リーガルがリックフレアからギブアップを奪った試合でした。リーガルストレッチ、スティーブン・リーガルの必殺技で、クリティカル KO ですね。いやーリックフレアちょっとやばいな、まだここまで1勝しか上がってない。まあまあ、だからこうなると、まあ、今回のシリーズ終わってからですけどもリック・フレアの見直しと、うん、リック・フレアはな、その見せるプロレスとこう強さっていうのと難しいな、バランスがね。まあでもやることがあってね、楽しいっちゃ楽しいんですけどね。はい、というわけで次の試合に行きましょう。はい、というわけで本日の3試合目となりますね、C ブロックの方からジャック・ブリスコ対ボルク・ハンの試合お届けしてまいります。青いタイツ対決では行きましょう。試合開始です。ファイ。さあジャック・ブリスコが現在10点で、ボルクハンが20点ということで、ボルクハンが4勝2敗ですね。ちょっと負けてはいますけども、まあまあ順調というところですね。で C ブロックは、もうすでに全勝のレスラーがいないということなので20点、いやビッグバンベイダーが25点でトップです。それを追うのがデストロイヤーの22点、それに続くのが20点のボルクハンになるんですけども、同じ20点でジムスティール、ラーメンマン、そして、スコット・ノートン、リコシェといるので、まだ確定、まだまだね、まだまだ先が長いですから確定とは言えませんが、まあ、現在トップグループに近いところにいるというのは間違いない。いや、これは言葉を改めましょう。ボルクハン、これはちょっと相性がやっぱり良すぎますね。まあ、前回ゲイリー・オブライトの時にもちょっとお話ししましたけども、今回クリティカルの発生率が、高いという設定で試合を進めておりますので、サブミッションそして打撃、のクリティカルを持つレスラーはかなり有利な展開になると。もちろん丸め込み系のテクニカルのクリティカルと、スープレックス系、あとパワー系のクリティカルを持つレスラーも何名かいるんですけども、何せボルクハン、そして、バスルッテン、ハンスナイマンの打撃系、この打撃系とサブミッション系のクリティカルを出す、レスラーは分母がとにかく大きい、数がとにかく出る、下手な鉄砲も数打ち当たる、しかもその鉄砲が下手じゃないということで、確実にダメージを与えながらクリティカルを狙うチャンスが増えているボルクハンが、あっという間に勝ってしまいました。試合時間1分55秒、腕式逆十字固めでボルクハンがジャック・ブリスコからギブアップ勝利。クリティカルでのね、ジャック・ブリスコはもういいところなくというか、もうこれはしょうがないですよね。もう事故、交通事故みたいなもんです。はい、頑張れジャック・ブリスコ。では次の試合に
行きましょう。はい、というわけで早くも4試合目となりますね。 D ブロックの方からテリー・ゴディ対トリプル H の試合をお届けしてまいります。試合開始です。ファイ。さあ、ということでテリー・ゴディもトリプル H も現在20点ということで4勝2敗同士の対決、この2人がいるのは D ブロックですので、 D ブロックはご存知スティングが、全勝30点、この72名中唯一、今回唯一ですよね、ヘイスタック・カルホンが負けちゃったので30点、ここまで6戦無傷の6連勝はスティングダメだけ、ダメージだめですねだけ、でそこに2コールドスコーピーが25点、あとは20点になるかな、まあ、だからこれも先ほど言ったボルカンと同じようにトップ集団にいるのは間違いのない2人がどちらが先に抜け出すかというところになりますね。最初にも申し上げましたが決勝トーナメントに進出できるのは上位3名なので、上位3名に入っておけば決勝トーナメントで優勝する可能性が出てくるので第一段階クリアみたいになるんですけども、今回、4つのブロックから3名ずつ決勝トーナメントに行くというルールなので、1位は1回戦不戦勝になるっていうことですよね。トーナメント表は12名で並んだ場合、4人が1回戦不戦勝というふうに均等に割ると出ますので、そういうルールですね。まあ、これに関しては以前から見ていただいている方は分かっていただいていると思いますけども、そもそもファイプロワールドにこのリーグ戦というシステムというか仕組みが、あるんですけども、マックスの人数が64名ということを私全く気づいておりませんで、エントリーしていただいた数、私が人数合わせで、エントリーした数も含めて72名になった時点でリーグ戦が使えなくなりました。当初リーグ戦をする予定であれば上位3名が決勝トーナメントに進出しという、そのトーナメントまでがセットに、なって遊べるようになってたんですけども、それができなくなったので今はノーマルマッチで、お手製の表で消化しているという状態になります。これはとんだアクシデントだったんですけども、気づいてない僕がダメなんですけどね。でそれをもう3名って言ってたんでね、それはもう3名で変えないでこれを4名にしたらというのもあるんですけど、でというわけで上位3名までが決勝トーナメントに進出できるんですけども、1位だけが1回戦、不戦勝で上がれるということはやっぱり1位に入った方が決勝トーナメントで上に上がりやすい、優勝の可能性が高まるということになるはずですね。そうなるとやはりこの決勝じゃないや、このリーグ戦の中で1位だけが特別、2位3位は、同じみたいな感じになると。だからやっぱり1位になっといた方がいいということですよね。だから第一ステップとしては3位までに入ること、これで決勝トーナメントに進出すること、で次の第二ステップとしては1位になることですね。で決勝トーナメントで優勝すること。いやーね、なんだかんだ言って今回37回目ですから、あとまだ60回ぐらい残ってるまだまだ先は長いですけど、あと2ヶ月ぐらいあっていう間ですね。このシリーズを始めた時は、オリンピックもありますからねみたいなことなんか言ってたりとかしたのがね、そのオリンピックも1年延期となりましたので、世の中一寸先は闇というようなことでしょうか。さあ、というわけで試合の方に集中していきましょう。どうでしょうね、同じ点数ということですが、一進一退の攻防と言ってもいいんじゃないですかね。このテリー・ゴディのこのナチュラルなパワーと WWE で鍛え上げられたトリプル H の、作られたって言ったら失礼ですけどね、の肉体、どちらが勝つかというところ。さあ、どうだ、ペディグルが決まった後、でも試合時間9分なんですね。かなりお互い攻め合っているという状況。テリー・ゴディ全くこのチャンスを見逃さず、バックドロップからカバー、カウントが入る。
どうだ、カウント 2.9。 先ほどね、場外でパワーボムを見せて、あー、これはペディグリー連続で決めていく。さあカバーの繰り返しカバー攻防、カバーのやり合い、なんかもうちょっといい言葉がありそうな気がします、ね、さあ人間魚雷ラリアットも決まりましたね、からのカバー、今手下手に手を手出したらあかん、今日おかしい、今日いつもやけど手を出したらダメですね、手を下手に手を出さずに、手たに手を出さずにじゃないですね、見守ってからのカバーっていうのは良かったですね。さあこれはちょっと試合巧者ぶりではテリー・ゴディが、あ、これでもカバー、あ、このロジック組んでんねや、多分だから手出せへんねや、なるほどな、あのフラフラってなってるところでね、手を出してもパンチとかキックとかいきそうなもんなんですけどね。さあパイルドライバーを挟んでバックドロップと畳みかけていく、ただちょっと場所が悪い、リングの下よりもリング一番上が近いんですけど、ね、さあどうだ、うわー、カウント 2.9。 さあペディグリーしか出さないトリプルエッジに対してテリーゴディは多種多様な技で攻めていっているというような図式でしょうか。さあ再び場外戦、ここでハンマーが出るか、トリプルエッジといえばやはりハンマー、それをいやーバック取ったんですけども、あー場外で4の字固め、カウントがゆっくりなのでここは場外戦じっくり戦えるはずです。さあこの4の字固め、意外な攻撃がテリーゴディにどういう影響を与えるか、先に戻ったのはトリプルエッジの方、場外リングアウト決着はなさそうですね。さあ戻って、場外戦ではトリプルエッジの方が、有利な運び、試合運びをしたでしょう。さあここからテリーゴディが、いやバックドロップに行けてたのが今度から行けなくなった。さあラリアット、トリプルエッジがバックを取って、うわ返していくが、ネックブリカーからテリーゴディの方が先へ起き上がって、これはフィッシャーマンズスープレックス、どうだ、この技もなんか得意やったっていうのがねあったんですよね。さあ再び場外戦、さあ今度こそハンバー、いやー徹底的に足を狙う、場外での攻防はダメージが確か 1.6 倍かなんかちょっと上がるはず、 1.6 か 1.06 だったか、いやーこれはトリプルエッジやってしまいました。皆さんこれは今何が起こってるか解説しましょう。実はこのファイプロワールドというゲーム、バグと言ってもいいでしょう、これは、場外で必殺技が出てクリティカルが、決まってしまうとかけた方トリプル H はリングに戻りませんので、これはなんと KO したのに引き分けとなります。いやーこれはテリーゴディとしては広いもの、トリプルエッジとしては痛い引き分け、お互い2点ずつを分けます。いやーこれねー、これはねー、さすがの、ファイプロワールドをいかに楽しむかっていうことをいつも唱える私ですが、これはなんとかねした方が、どう妄想すればいいかよくわからないというところですね。試合時間が何分やったかよくわかりませんが、とにかく両者リングアウト、ただ本当はテリーゴディが、ペディグリー、トリプルエッジの必殺技ペディグリーで沈んだんですけども、トリプルエッジがなぜか戻らないと、何なんでしょうね。はい、というわけで引き分けでした。では次の試合に行きましょう。はい、というわけで本日の5試合目となりますね、 A ブロックの方からジョン・シナ対ヘッドハンター A の試合をお届けしてまいります。試合開始です。ファイ、さあこの試合ジョン・シナもヘッドハンター A も両方10点ということで、10点同士の対決となりますね。ジョン・シナがねちょっとピリッとしない感じ、なんですけどね、これはもう他のレスラーと同じで、なんですか、このシリーズが終わってからね見直し、せなあかんかな、ちょっとねなんかね中途半端にはなってるような気がするんですよね。まあ一応
ジョン・シナっぽいところは再現できているとは思うんですけども、フィニッシュにね、まあ、あの私一応こだわりを、このワイプをやる時のエディットする時のこだわりとしては、そのレスラーのやっぱりフィニッシュをできるだけ再現しようというふうに思ってますので、そういう意味ではちょっとなんか甘いというかかなというのがありますね。あの何でしたっけ、AAっていうやつでしたっけね。あれは技としては決まって、あれからスリーカウントを取れたりはできてるんですけども、やっぱりあの、ロープに飛んで倒れ込み式のフィストドロップ、あれでカバーはでも無理なんかな。あれで痛みつけるのはできるけど、やっぱりねスリーカウントあれで決めるっていうのはね、まあ、これはあのロック様でも同じですよね。あのピープルズエルボーで、スリーカウントを奪うのは、どう考えても無理。まあそれは技の基礎ダメージ値が低いからということですよね。まあ、しかも走ってる間に寝てるレスラーが回復するとしたら余計そうなるという言い訳ばっかりしますけどね。まあ、あの技エディター、技クラフトモードが、発売されれば、ダウンロードコンテンツとして手に入るようになれば、それがねできるようになればっていうのもありますね。まあ、この辺でもあのコメントいただきましたけどね、あのごめんなさい、いつものようにどなたか忘れちゃいましたけども、技クラフトモード、あとパーツクラフトモード、両方ともあのちゃんとしたものが、しっかりとしたものが、提供されるようになれば、そこにお金を払うのは全くいいけども、それがあまりにもちゃんとしすぎて、難解すぎて扱いにくいっていう風になると困るなっていうのは大賛成ですよね。扱いが難しいのは確かに困るなっていうのは分かりますね。まあこの間そうですね、あのコメントもいただいてましたけども、僕もね、なんかね SNS かなんかで見たんですけども、そのすでに出てるモッド、 MOD ですね、モッドとしてその一般の方が、あ、アウト、その、パーツ、ちょっと終わってからですが、この音がね、ね、この技はちゃんと出て決まるんです。あれ、ちょっと待ってください。ハンセンの試合は今日はクリティカルじゃないですよね。スティーブン・リーガルの試合はクリティカル、ハンモック試合もクリティカル、トリプル H もクリティカル、ジョン・シナもクリティカル。うわー、ハンセンがクリティカルになってればというところでしたかね。まあまあいいか、試合時間6分34秒、ジョン・シナの通称 AA というわけですね、アジャストなんとかじゃってなかったかな、という技でヘッドハンターから見事、KO 勝利ということになりましたね。で、あのさっきのね話の続きとしたら、そのパーツクリエイターで例えば顔を作るってなったら、正面、斜め横、反対の横、ほんでなんか、もう一個ぐらいとか後ろとか、なんかそれ顔だけで5つのそのパーツを作らないと完成しないみたいなことがあったので、それら全てが腕、足、胴体などになってくるとかなり大変になりそうですねっていうのがあって、 SNS でその画面見て、ああ確かにこれは大変やなということで、ただでもその大変なのが好きなんですよね、そのグラフィックやる系のことをやる人って、グラフィック系のことをやる人ってね、それをちまちましたって、ちまちまって言い方悪いな、コツコツとしたりというか積み重ねていく感じが多分好きな方が多いと思うんですよね。そのコメントいただいた方にも私はコメントを返しましたけども、激しく同意。私もあのエディットするのは好きですけども、パーツエディットは購入は多分するけども、あんまり使うことないやろなと。あとそうそう、あの左右非対称にするとかね、いうのね、開発陣に直接なんかコメントっていうかが、あの声がいったらしくって、その開発の時ですかね、 PS4 版が発売の時に
なんかイベントかなんかあったみたいで、その時に、それを聞いた方が、なんかファンの方がいたみたいで、開発陣がそれをやるには1億円必要ですっていうような答えが返ってきたという、それぐらい難しいっていう意味なのか、本当に1億円かかるのはわからないけどもっていう話で、長々と話してるので、次の試合に行きましょう、すいません、じゃあ行きましょう、次の試合どうぞ。はい、というわけで収録時間がまだ30分台なのに、もう早くも6試合目ということで、本日の最後の試合となりますね、透明人間ミステロン対タイガージェットシンの試合、お届けしてまいりましょう。試合開始です。ファイ。さあ、というわけで透明人間ミステロンが現在、皆さんの目には見えておりませんが、影がちらっと見えてますね、15点で、タイガージェットシンが10点ということで、これミステロン、あ、そうか、今までも流血しましたね、早くも。いや、すごい、パンチで流血、うわすげえな。透明人間にも血が流れてると。これでもね、あの透明人間の時はいつも言うことなんですけども、透明人間がもしいたとして、食べたら、物を食べたらそれも透明になるのか、食べていって胃の中を通っている間に透明になっていくのか、口に入った瞬間に包み隠されるように透明になるのかっていう議論、そして透明人間に血があるならば、それが噴き出した時点で血になるのか、血の色が赤が出るのか、それは体の外から出ても透明なの。いや、だからあれですかね、透明人間がもし本当に実在、その話をしてる時点でなんか子供っぽいですけども、透明人間いると思う、いるとしたらさ、どんなんやと思うみたいな感じになってますけども、まあ結局はあの包み隠されてる、その皮膚のところが透明になるという、しかもそれは透明ではなく、そこの立ってる場所の反対側を見せるという技術は実際にあるっていう話をね、ちょっと以前もしましたけども、そういうマントというか、コート布的なものはもう実際に開発されてるらしいですね。だからそれをかぶって、森の中行けばまず見つからないっていうようなのがなんかあるんですね。それはもう兵器的なもんなんでしょうね。だからそれを何だっけ、戦車かなんかにかぶせて、で敵地にスルスルと乗り込んでいて、戦車でぶっ放せば、大砲ぶっ放せば勝てるんじゃねみたいな感じのことがあるらしいですね。まあまあ、だからそういう考え方、まあどうでもいいですかね、そのことはね。というわけで透明人間ミステロンの方がね、意外と15点、ここまで3勝3敗、ですから一応こう五分の成績でここまで戦い抜いてきてると。それに対するタイガージェットシンはこの10点はまあまあこんなもんでしょうと僕は思ってるんですけどね。まあ、どちらかというと相手を痛めつけることが目的で戦ってるのがタイガージェットシンであり、勝つことよりも会場を沸かせる、もしくは相手を痛めつけることがタイガージェットシンの使命と、私は勝手に思ってるんですけどね。まあちょっと言い過ぎっていうほどでもないか。ただね、もうちょっと勝ってもいいような気がするんですけども、スティーブン・リーガルとリック・フレアには勝ってるんですよね。ブロディ、カート・アングル、ブロックレスナー、バスルって、そうか、こいつらにはやっぱり勝たれへんかっていう感じですかね。まあまあ、タイガージェットシンの場合はあのフィニッシュに行く確率を少なくするという、だから強いけども勝てないっていうタイプには仕上げて、それはもう意図的にですよね、してるので、まあ仕方がないっちゃ仕方がないというところですかね。ただそれをミステロン相手にどうなるか。あとね、この試合僕はちょっと注目してるのは、このミステロンが出す、たまに出すチェアーズイリュージョン並びに股間クローですよね、あの辺のエンタメ系の技がタイガージェットシンに通用するのかどうか。私の記憶は全くなく、そこにタイガージェットシンのエンタメ系の防御パラメーターがどうやったかなというのが
まあ見りゃ分かるんですけど、見てしまうと面白くないのでファンタジーにしとこうと思ってるんですけどね。高くしてたような気もするし、意外とタイガー・ジェット・ジョンそういうお遊びには付き合えなくて、技食らったらあっという間に破れるみたいなことにしてたような気もする。ラフには強いみたいなのはね、流血してもタイガー・ジェット・ジョンはそう簡単には負けないというようなのはなんかイメージがあった記憶もあるんですけどもね。さあ逆にこのミステロンがこのラフにどこまで抗えるのか、序盤から流血をしてこの状態でタイガー・ジェット・シンの猛攻に、猛虎の猛攻に、あーこのなーフォークが生えますね。さあさらに流血させられたミステロンですが、いやー10分経過、ミステロンのねスタミナ切れとかがわからないんでね、全くこう戦況がこれはあのあれですね、あの DDT にかつていた沢田ジュリー沢田っていうレスラー、どっちだったっけ、あの人いつも入れ替わるんですよね。沢田ジュリーやったか、ジュリー沢田やったかが得意としてた呪文攻撃ですね。お、キャベルクラッチ、うんこ座りしてるみたいに見えますね、これだけを見ると。うわさすがにこれはサムネ、うわ今日のサムネ候補どうしよう、場外かな、いやー分からんな、それやったら伝わりにくいですね。スタンハンセンのラリアットかな、いやでもすでにやったような気もするしな、ジョンシナかな、よしジョンシナにしとこうかな。で違うかったらそういうことです、僕が、言ったことをもう忘れてるというふうに思っていただけたらと思います。さあというわけで試合時間が13分経過、戦況が分かりにくいですけども、この絵もいいもんな、あのフォークがしっかり見えるのがいいですよね。お食事中ですとか、フォークもあのフォークも、ね、結構でかいですよね、もうちょっとちっちゃくてもいいような気もするんですけど、パーツクリエイターができたらクラフトモードが導入されたら、あの狂気は変えたいですね、やっぱりあのボール、おこれどうだ、股間クローが決まったぞ、これに抗うことができてるのか、いやこれもいいな、このシーンも。さあタイガージェットシーンがキャメルクラッチか、これは違いますね、これはコブラクロー、いや首締めやったかな。さあ15分経過、透明人間ミステロンが勝つ時もあっという間なんですよね、チアーズイルジョンがやっぱりなかなか出んな。これで透明人間ミステロンはかなり気力が奪われてるはずなんですよね、あの狂気攻撃とかは、体力スタミナよりも多分気力の方が奪われるはずなんですよね。うわーこれは突き刺さった、元祖フランケンシュタイナーですね。うわーこれでギブアップはでもないもんな、さすがにこれもドッキリと同じであんまりダメージ与えれてないような気がしますよね、あのあとフラフラしたらいいのにな、そこまでいったらちょっとやりすぎなんですかね。なんだ今のは何やったんやろ、あ外し技かな。さあ場外戦、これもしゃべるんじゃなかった、おなんかまんじ、今のはね気になる方はもう一度見返してください。ゲドウさん、邪道さんの、なんだバカ野郎が入ってるんですよボイスにね、それを実はこっそり入れてるんですよ、めったに出ないぐらいの多分ロジックにしてると思います、あれが今一瞬聞こえました、僕が喋っててかぶせてたんで、ちょっと聞き取りにくかったと思いますけど、気になる方はまたよかったら、もう一度聞いてみてください。さあどうだ、カバーに行く、あらーさりきました
ロン強えな。こんな強いかっていいのか。タイガージェットシーがちょっと無惨やな。いやー、まあ、タイガージェットシーにね、リードさせるという仕事をできたのでいいんですけども、試合時間18分31秒、元祖フランケンシュタイナーからの背面式肩エビ固めで透明人間ミステロンがタイガージェットシーンから見事スリーカウントを奪った試合でした。いやー、これねえ、別にあかんことじゃないんですけど、透明人間ミステロンがもしかすると決勝トーナメント進出というような波乱が起きるかもしれないということで、まあどうなりますか、また続けて見ていきましょうということで、本日も6試合、お届けしましたので、いつものように星取り表の方に行きましょう。はい、というわけで本日行われた6試合を振り返りながら星取り表の方を見ていきましょう。青で塗ってるところが本日行われた試合のカード対戦結果ですね。で、赤で塗ってるところが次回の対戦予定でございます。 A ブロックの方はまずスタン・ハンセンがミスティコに勝って、これでハンセンが5勝目、もう1試合がジョン・シナがヘッドハンター A に勝って3勝目ということですね。で、 B ブロックの方は、スティーブン・リーガルがリック・フレアに勝って、スティーブン・リーガルがこれで4勝目、透明人間ミステロンがタイガー・ジェット・シンに勝ってこれで4勝目と、いうことですね。タイガー・ジェット・シン、リック・フレアが、低迷という、ちょっと頑張ってほしいですね。で、 C ブロック行きましょう。ボルクハンがジャック・ブリスコに勝って、ボルクハンこれで5勝目、ジャック・ブリスコもなんとか頑張ってほしい。そして D ブロックの方がテリー・ゴディとトリプル H が場外引き分け、場外リングアウト引き分け、両者リングアウトっていう最低ですね。で、2点ずつを分けるということになっております。はい、というわけでこんな感じで、7周目がスタートしてまいりました。なんだかんだ言って3分の1が、埋まってまいりましたので、さあこれがどうなっていくか次回もお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた。